セガさんもしたいいですよ、ちょっと今向かってセガさんもしたい力ちょっとね一瞬ね、チクっていただいてね、ごめんね、我慢してみよう。ごめんね、吐いて吐いて。あのね、ちょっとご飯ね、ちょっとお腹壊した時用のご飯をちょっと少し出しますんで、わかりました。まあでも食べるか食べるかわかんないんですけど、違う風だから、まあ食べんかったらもともと千葉県用のやつ、はい、でもし食べてくれるんなら、はい、でお昼でしょ、普通やるのは。そうですね、でお昼と夜ですよね、はい、で、食事の量はまた言います。ごめん、もうちょっと。リク。リク。我慢して。リク。ごめんよ。だから。針と皮膚持って若干5ミリぐらい引いてください。そして入る。行く。もうちょっと。あ、もう引いたとか、このままこれ見ながらつまんで。行く。もうちょっと。100ミリあるか。行く。まあ、見てれば。とにかく針を持ってて。ピクちゃん。痛いね。痛いな、リク。ごめんな。ごめんな、リク。ごめんね。元気さ加減はどうなんですか？吐いた後とか元気した？は割と元気ですね。元気です。はい。そんぼりしないですか？ええ。お腹痛そうな感じはしない。はしないですね。肉肉痛いね、ごめんね。注射も打つんですか、この後。はい、打ちます。これがちょっとあの半径止めと入れるようにちょっとこんな感じになって、そろそろ彼の我慢の限界じゃあ持つの変わりましょうか。はい、いやいや、あの僕は大丈夫ですけど。そのつまり。大丈夫。終わったよ。よく頑張ったな。頑張ったな。偉いな、お前。偉いな。痛かったね。ごめんな。ごめんな、リク。はい、じゃあそこ話して。100の1分で用意して、ね、構成しました。これ、総合ビタミン剤と、肝臓をちょっと機能を高めるんです。それから、吐き気を抑えて、下
襟を。もう終わる。もう一個ね。もう終わる。はい。ここは痛みの分。お腹痛いとは言わないけど痛いです。はい。ちょっとお腹にね、ふらってさせてください。気を良くして、ちょっと機能を高める。はい、じゃあ こちら側から回ってお腹になるんで、2秒ぐらいで出して、中谷さん、これちょっとメモってみて。行く。もうちょっとで終わるからね。ちょっとで終わるからね。取れる、平日ってこれ皆さん取れるんですよ。平日は週末ですよね。週末、日曜日ですよね。釣りは一応1週間分出しておきます、ね。はい。だけど、はい、あのもし続くんだったら、はい、あの半日預けてほしい。そんな検査をします。でもしいいんだったら別に。はい。釣り、はい、それから。あとご飯3分でこれ少し出しますけど、はい、これが1日分なんですよ、で、そんだけ別にやってほしくないんですけど、最初はね、はい、はい、じゃあ一回ちょっとただ取ってから、ごめんなさい、取ります、すいません、はい、よいしょ、首を、あ、首上がりますね、はい、はい、じゃあちょっと持ってます、はい、じゃあ首をつけてあげてください、ちょっと絡まってます、はい、はい、はい、ちょっと、はい、ごめんなさい、はい、はい、じゃあちょっと一回おろしてもらって、じゃあ、ここ振りください、はい、早くも先に受けとった方がいい、こうマッサージしてさ、はい、最高だな、ちょっとご褒美を、何か歯磨き粉、あ、好きです、はい、いく、すごいな、お前頑張ったな、本当にすごいな、はい、りくちゃん、ごめんね、すごいな、お前はおさめ、それだけでいいの。